ってたものは、ずっと言ってるよ、先生には。毎件、昨日見た野球。あ、見てない、昨日。めっちゃすごかった。何の右手？え？その右手は何？9回裏までヤクルト勝ってて、前のヤクルトみたいな、ちょっと前オリックスが勝ったと思ってたら、7回である山田哲人がホームランで、分からない、もう2-1だから、2勝2分1分やから、明日次どうかな、どうかな、では、いいか、あー、持てるかな。はい、お母さん。はい、マミー。はい。あ、ごめん。食べて。あれ、ごさっとそのまま。あ、ごさっと。何や。あんたらあれやな、持ち方が違うな。23.2 か、2や、すげえな、すごいね。なんでいつもあっちへ走るの？あのコースで遊びたいんやけど、最近にあそこの入り口でも出よう。あ、そうね。カワウソママとひなたママで持ち方が違うわ、赤ちゃんの。私横そうやな、そう、縦に持ってはるからさ、足が樽に入らへん。はい、おはようさんのす、あれ、足上げてよ。共同作業やで。はい、上げてもらう。うん、ああの脇、両脇持ってこうやってるから、ここでこれは私変わっていくの。あ、そうなん。ボールさんしようか。体温計がなかなか来ない。二人とも俺に喋ってたんかな。あ、出てきた。たまに行くれたの、空いてたの。おい。おい、ちゃんと見て上がってるのかな。わあ、そんなことしなかった。油がだけで5枚ぐらい。うわ、すごい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 。あれは誰が救出すんの？読んで戻ってくるんかね。掃除場行くん、掃除場行くん、本当は無駄に行ったけど、そのまま行くバーって、そうするとマークがそれはふーんって遊ぶ、偉そうに遊ぶ。掃除場おるわ、クリームジーン、トンだよ、トン、トン、え、の、トン、え、ああ、ハニー、あれ、ハニーもどこ行ったかしら。ハニー、後ろです、後ろです、後ろです。あれ、どこにおったんや。はい、おいや、ハニー、邪魔やって。
最近ないらんことそういうのたちのプールに入るの。そう。これハニーと会うの初めて。あ、初めてじゃない。あらだだだだ。編み出しは初めて。こっちが。なんだ私のテリトリーやねん。迷惑。初めて。初めて。いつもこうなんか越し。ああ。編み出すのはあるよ。おはようございます。明かり出すとダメなんですかね、やっぱり。でもずっとついてるんですよね。あ、そうな。はい。ムッスーの人もかムッスーは冷蔵庫で大丈夫ですね。野球ついたバスケできそうやな。何を悪口言うとったの。いや考えることじゃないけど、一生懸命トレーニングするので、どっちのトレーニングかかる。動きの激しいことやっとった。いや、あの、ケースじゃないわ、あれビート版で渡したんじゃん、あれ注文したんじゃん。それで多分ヘイヘイ言うとった。ケースすぐ使うらしいの、床は。あ、そうなんだ。あ、床はでも。はい。あ、はい、どうも。大好き。クラブね。でかいね。なんか人のこと全然気にしてないなって言おうと思ったのに、あのでかい人が来る。ああ、落ちてくる。ひらひら水だったらあの、もう。ヒラヒラ、あ、ヒラヒラ、噛むもん、なんかそれ、誘えるんじゃん、ほら。確かに。あなたはだんだん眠くなる。振る。確かに言わへんな。うん、危ない。でも追いかけてんねん。ペンギンも追いかけへんな。賢い子や。これがどうでもいいってことね。やってた。じゃあね。ハニコを出したらできる。はい。迷惑って顔。迷惑って顔してた。ええわ、ハニー。あれどこ行った。ハニーどこ行った。ここにいます。あ、了解です。はい。昨日もじゃもじゃんとこ行っとったんだよ。もじゃもじゃん。